リディルは日本の競争馬。主な勝倉は2009年のデイリーハイ2歳、ステークス、2011年のスワンステークス。馬名の由来は北欧神話に出てくる懸命リジルから。母はエリモシックの全妹で現役時代7勝を挙げたエリモピクシー。2009年8月23日に小倉競馬場の新馬戦でデビュー。2番人気の指示を受けたが、 パドックで、うまっ毛を出すなどし、7着に終わる。安状に、小牧太氏を迎えての未勝利戦では、やや評価を落とした2番人気ながらも、好意から抜け出し初勝利を挙げる。3戦目は10月17日のデイリーハイ2歳ステークスに、出走し1番人気に支持される。レースでは、直線大外からの末足で、ゴール前で栄心アポロンを捉え重賞初制覇。次走は、 アサヒハイフューチュリティステークスを予定していたが、11月13日に放牧先の鳥取県大仙ヒルズで左第一子骨腹骨折を発症し、11月16日に立東トレーニングセンター競争場診療所でネジ固定術による征服手術が行われた。全治まで1年以上かかり、2010年を棒に振った。スワンステークスニューイヤーステークスに登録を行った。 ものの除外され、白富士ステークスで復帰し2着、落葉ステークスでも2着となった。大阪杯では先段を追走したが直線で伸びあぐねて8着に終わった。谷川学ステークスでは3番手につけると、残り400メートルあたりで先頭に立ち後続の追撃を振り切って勝利した。自走の安田記念では、中段追走も直線で伸びきれず7着に終わった。 ヨナゴステイクスでは、コースタートから押し出されるように先頭に立つが、3番手に、下げると直線で前を捉え、最後に、大外から伸びたスピリタスを3、4馬身差しの儀勝利、した。スワンステイクスでは、道中行為を追走すると、直線で逃げ粘るジョーカプチーノを捉え、1馬身1、4差を、つけて解消した。本番のマイルチャンピオンシップは、 好位集団でレースを進めたが引っかかってしまい14着と大敗した。阪神カップでは好位に控えたが直線で伸びず11着に終わった。2012年は2月に左前脚急接炎を発症したこともあり一度も出走せず、11月23日に競争馬登録を抹消された。引退後は福島県南相馬市の大滝バッジ園で乗馬となる。ありがとうございます。